いる人。ああダメダメダメ。おお、これがホームボットか。初めて乗るけどめっちゃかっこいいわこれ。ボディの色もいいわ。なんか赤い彗星って感じで3倍のスピードで動けそうだなこれ。すいません遅くなりました。自分先日 LG マンになりました2号と申します。よろしくお願いします。よろしく。自分にとって1号さん憧れの存在なんですよ、はい、今回一緒にミッションができてマジ幸せっす。そうなんだ。はい、自分ホームボットに乗るの初めてなんすよ。いろいろわからないことありますが教えてください。ホームボット初めてなの？そうなんすよ。なので1号さんにいろいろと教えてもらえばなと思ってます。あれだよ最初わかんないこともあると思うけどね。まあ頑張れよ、これ出動っすね。そうね、間もなく出発だ。やべえ、どうやって動かしていいかわからねえ。おお、動き出した。どうやって操作したんですか？どうやったか？あれだ、念的なものでさ、念念だ。今念って言いました？念だよ。ホームボットって念で動かすんですか？念っていうかこう気合っていうか。ああ分かった。あれでしょ、エヴァみたいなもんですよね。シンクロ的なそんな感じですかね。そんな感じ、やっぱり1号さんはすげえなー。1号さん、はい、訓練とか積んできたんすよね。訓練そうだな、地獄の訓練を積んできたぜ。うわマジっすか、すげー。どんな訓練だったんすか。どんな教えてくださいよ先輩。豆腐を念で、念で豆腐を念でチゲにするから。それは豆板醤的なものを入れたりとかするんじゃなくて、全く念で、念で、念で、マジっすか。最初3日ぐらいかかるんだけど。でも3日でできちゃうんですか？3日でな、ずっと豆腐を見てるだけで。すごいっすね。かかるよ、かなりかかるよ、はいはい、5年から7年かかるよ。嘘。自分も訓練して頑張って念でホームポット動かせるようにします。もう絶対して。さすがっすね1号さん。ホームボットは静かだからちび太郎くん寝てても大丈夫だし楽ですね。LG マンはまだまだ頑張るのであった。